じゃあ、OK そうですか？まだ何でも聞いてくださいね。私はもう全然普通にインタビューしていただいて大丈夫了です。解です。では、始めます。皆さん、こんにちは。マキコのドキュメンタリーオンラインインタビュー。今日は漫画家志望の松本明子さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。早速、質問させていただきますね。あきこさんは、漫画を始めることになったきっかけを教えてください。子供の頃から絵を描くのがすごく好きで、子供の頃の記憶で言うと、少女漫画の雑誌をすごく熱心に読んでいた記憶があります。そこからなんかこう漫画家っていう職業に対する憧れみたいなものが、その強く強く芽生えていたなって今なら思いますね。例えばどんな漫画を読まれたか教えていただいていいですか？そうですね。リボンとか、チャオとかの少女漫画雑誌。その中でも、やっぱりこう一番影響を受けたのは、その種村アリナ先生の神風怪盗ジャンヌっていう作品がやっぱり一番影響を受けました。どういうところでですか？絵がすごく綺麗で、今までにない革新的な絵だったんですね、その少女漫画において。ものすごくその華やかで、なおかつその展開とかお話がすごくドラマチックで、なのに、こう、主人公が、こう、まあ、女の子が悩むような、こう、普遍的な悩みみたいなのに、真摯にその主人公が取り組んでいる、ぶつかっている様みたいなのが、すごくこう、子供の頃の私の心に響いたんだなって思います。なるほど。じゃあ、物語を描き始めることになった理由というのも、そこから、そういうところから来てるでしょうか。きっかけを教えていただけ。そうですね。物語を描き始めるきっかけが何かこう、はっきりあるかって言われると難しいんですけれども、こう、やっぱずっと友達との会話とか対話の中で、こんなキャラクターがこんな風に動いたらいいよねっていう会話みたいなのをずっとしていて、妄想で。で、それを、その妄想をするみたいな日々が結構当たり前に、まあ、日常的にやっていて、それをこう漫画っていう形にすることを意識し始めたのが、でも中学とか高校生ぐらいだったかなって思います。その頃から物語を作ってたんですか？そうですね。物語をずっと作ってはいたと思います。何かこう形に残ってはいないですけれども。頭の中で思い描いてたという。そうですね。頭の中で思い描いていたりとか、あと、小学生の頃なんか友達と、こう自作のお人形みたいなのを作って、そのキャラクターを作って、その場でその即興で、なんかこう物語みたいなのを展開させるっていうことをやっていた、そういう遊びにすごくハマっていた気がします。遊んでましたね、物語を作るっていうより。ただ、そのキャラクターを自分でキャラクターを作って動かして遊ぶっていうことをずっとやってたような気がします。なるほど。漫画を作られるっていうの人の人生って興味あるなと思ってましたけど、小さい時からのあきこさんのそういう遊んでる姿をちょっと想像しますね。かわいいですね。そうですね。なんか、ただただ遊んでましたね。
じゃあ今もその延長線上にあるって言えますか？そうですね。今も多分ずっとその延長にいると思いますし、そうだな。多分それしかできない、それしか楽しいことが見つけられなかったのかなって思いました。物語を作り始めようと思った理由、もう普段からそう思いが描いてたことの延長で漫画を実際起こすようになったということなんでしょうか？そうですね。普段から思い描いていた、思い描くことが好きで、結局それを一番、なんだろう、楽しめる、自分は楽しいことだし、それをみんなに楽しんでもらえる方法っていうのが一番漫画が近いのかなって、こう自分の考えてる妄想とかみたいなのをその場で楽しんでくれ、友達も楽しんでくれていた、それと結びついてこう漫画っていうもの、漫画っていう形にすればもっとたくさんの人に楽しんでもらえるのかなって思います。うーん、漫画を勉強することになったきっかけ。はい。いろんな作家さんがいろんな漫画を描かれていて、やっぱり自分もそうやって自分のその考えた漫画みたいなのをたくさんの人に読んでもらって、たくさんの人が読んでくれて楽しんでくれているっていう様に憧れた。へー。憧れました。なるほど。じゃあその技術を教えてくれることになった方について教えていただいていいですか？はい。その技術を教えてくれた一番私が師匠だと思っている先生が一人いらっしゃって、そこでアシスタントのお仕事ができたことがやっぱり一番その技術の習得、獲得に、こう、まあ、大きく、まあ、自分の中ですごくこう大きく、作用したっていう感じですね。作家さんのところに行くことになった経緯っていうのは、震災の年で、うん、その、作家さんのツイッターを見ていたら、その、急にこう震災で、まあ、交通機関が止まってしまって、今まで来てくれていたアシスタントさんが来れなくなったから、その急遽アシスタントを募集しますみたいなツイートをされていて、で、ずっとこう憧れ、子供の頃からこう憧れていた作家さんでもあったので、もうすぐにその書かれていた問い合わせ先に電話して、それでこう担当さん、まず担当さんとお話しさせていただいて、で、それでその担当さんが、じゃあいついつからどこどこに、まあ、先生のご自宅であるどこどこに行ってくださいみたいな感じで入れてもらえたっていう、まあ、その作家さんのところに出入りするきっかけになったっていうことがまず最初ですね。じゃあ小さいチャンスを逃さなかったってことですね。そうですね。でそこでの、自分ご自分のお仕事っていうか、でもアシスタントするってことはその前に技術をある程度持ってないといけないですよね。そうですね。そのアシスタントをする前に別の作家さんのところもその人からの紹介で漫画家さんのところ、漫画家さんのところに、まあ、ご紹介していただいて、その人のところで結構基礎的なことみたいなのは学ばせていただいた上で、その憧れの作家さんのところに行くチャンスみたいなのを得られた感じですね。では日頃その漫画を描くにあたって自分で習得するためにしたことを教えてください。そうですね、こう漫画の専門学校に行っていて、そこである程度その漫画ってこう描くんだよみたいなのは一応
教えていただいて、中でもやっぱりそのスケペンっていう、まあ、結構特殊なペンがあるんですけれども、そのスケペンで紙に絵を描くっていう技術に関しては結構好きで、こう日頃からスケペンで絵を描くようにしていましたね。そうですね、アシスタントをしながら自分でも物語を作ろうとしていたんですけれども、こう憧れの漫画家の先生の生活みたいなのがあんまりその今の自分のその目指している漫画っていうものの先にその先生を置いたときにあんまり幸せそうじゃないなっていうふうに感じてしまって、そこで一回こう漫画家っていう職業に対してこう絶望したんですよね。うん、それでこう物語を作ったり自分で漫画を描くみたいなこと自体がちょっとこう辛くなっていた時期は結構長くあります。それでじゃあ続けられなくなったということですか？そういう自分が知らなかった世界を知ることで続けたくなくなったということですか？そうですね、自分が知らなかった憧れの世界の現実を知ったことで続けることができなくなった。なんかこう、その作家さんが結構こう激しい方だったので、人格的な意味で、すごく激しい方だったので、その漫画を描く20年連載を続けるみたいな生活がこうも人を歪ませてしまうのかみたいな、そのプレッシャーとか圧力みたいなのがね、こうも人を歪ませてしまうのかなっていうふうに思ってしまって、こう私が見たその現役で売れ続けている作家さんの現状っていうものがそういう風なものだみたいな風にこう認識してしまって、それがこう強く印象として残ってしまって、漫画を描き続けることっていうのがこう、漫画っていう作品は生み出せてはいるけど、その自分の周りの人を全く幸せにしてないじゃないかみたいな風に思ってしまって。なるほど。それが怖くて、自分が漫画家になってもこういう風になってしまうんじゃないかみたいな恐怖心がありましたね。うん。あ、それわかる気がします。なるほどね。これが職業にした時のプロの世界だと感じてしまったわけだったでしょうか。そうですね、職業になった時のなんかこう慣れの果てじゃないですけど、そういうふうにちょっと感じてしまいましたね。